こんにちは皆さん。今日は子供に優しい大型犬トップ10をご紹介します。大型犬はその迫力ある姿と心温まる性格で子供たちとの素敵な絆を築くことができます。大型犬の中でも特に子供との相性が良い犬種を集めました。さあ一緒にその魅力を探っていきましょう。ゴールデンレトリバー。ゴールデンレトリバーは忠実で友好的な性格を持つ人気のある犬種です。彼らは優れた家族犬であり、特に子供たちとの関係を楽しむことができます。非常に愛情深く、人々との絆を大切にします。彼らは陽気で元気な性格であり、活発な遊びや運動を楽しみます。水を愛し、水泳が得意な犬種です。彼らは水の中で楽しみを見つけ、泳ぐことや水辺での活動を喜びます。また知識欲も旺盛で新しいことを学ぶことに喜びを感じます。この犬種はしつけにも優れており従順で協力的な性格です。適切な訓練を受ければ素晴らしいマナーを身につけ家庭内でのルールを守ることができます。またゴールデンレトリバーは非常に優れた助手犬でもあります。彼らは忠実で頭の良い性格を生かし盲導犬や介助犬、救助犬として活躍します。ただし毛が長く毛変わりが激しい傾向があります。定期的なブラッシングや皮毛のケアが必要です。ゴールデンレトリバーは家族の一員として忠実で愛情深く子供たちとの絆を築くことができる素晴らしい犬種です。ラブラドールレトリバー。ラブラドールレトリバーは人気のある犬種であり子供に優しい性格を持つことで知られています。愛されることが大好きで子供たちとの関係を楽しむことができます。活発でエネルギッシュな性格を持ち運動が大好きです。彼らは長い時間遊ぶことや走ることを楽しみ家族とのアウトドア活動を喜びます。この犬種は知識欲が旺盛で素早く新しいことを学ぶことができます。そのため訓練やしつけにも非常に適しています。彼らは協力的で従順な性格を持ち家族の指示に素早く応じることができます。またラブラドールレトリバーは人懐っこく他の動物や人々との社交性も高いです。彼らは友好的な性格を持ち初対面の人や他のペットともうまくやっていくことができます。この犬種は優れた助手犬としても知られており盲導犬や介助犬、救助犬として活躍しています。彼らの忠実さと優れた嗅覚は様々な役割において人々の生活をサポートすることができます。ラブラドールレトリバーはしっかりとした運動と刺激を必要とするため適切な運動や遊びの提供が重要です。また彼らの皮毛は短くて密集しているため比較的ケアが容易です。総じて言えばラブラドールレトリバーは忠実で友好的な性格を持ち子供との関係を楽しむことができる素晴らしい犬種です。彼らは家族の一員として愛され活発な生活を共にすることができます。ニューファンドランド。ニューファンドランドは大型犬種でありその温和で忍耐強い性格で知られています。子供たちと非常に親しい関係を築くことができ子供に対して優しい態度を示します。ニューファンドランドは水を愛し優れた水泳犬としても知られています。その厚い二重の紐と大きな足は水中での浮力を提供し救助や水上活動に適しています。彼らは穏やかで落ち着いた性格を持ち飼い主や家族に対して忠実です。彼らは常に家族の近くにいることを好みその大きな体格を生かして子供たちや飼い主を守ります。ニューファンドランドは知識欲があり訓練にもよく応じます。彼らは従順で協力的な性格を持っており適切な社会化と訓練を受けることで素晴らしい家庭犬となるでしょう。ただし彼らは大型犬であるため適切な運動と適度なスペースを提供する必要があります。定期的な運動や散歩を通じて彼らのエネルギーを消費させ体重管理を行うことが重要です。また皮毛は密度が高く定期的なブラッシングと手入れが必要です。特に毛が抜ける時期には頻繁なブラッシングが推奨されます。ニューファンドランドは優れた家族犬であり子供たちとの関係を楽しむことができる犬種です。その温和な性格と水愛に加え忠実さと飼い主への愛情深さも魅力です。
バーニーズマウンテンドッグ。バーニーズマウンテンドッグは穏やかで温和な性格を持ち、子供たちとの関係を楽しむことができる大型犬です。彼らは非常に忠実で家族愛にあふれ、家庭の一員としての責任を果たします。知識欲もあり、賢く従順な性格を持っています。彼らは訓練にもよく応じ、家族の指示に素早く従います。また他の動物や人々との社交性も高く、友好的な態度で接することができます。この犬種は穏やかで安定した性格を持ち、ストレスに対しても耐性があります。そのため騒がしい環境や子供たちの活発な遊びにも適応することができます。彼らは身体的な接触や愛情を大切にします。抱っこや撫でられることを好み、子供たちとの触れ合いを楽しむことができます。この犬種は活動的でありながら、適度な運動量を必要とします。定期的な散歩や適切な運動を通じてエネルギーを消費させることが重要です。しかしふさふさな紐を持ち、毛のお手入れが必要です。定期的なブラッシングやトリミングを行い、毛の絡まりや皮膚の問題を予防しましょう。バーニーズマウンテンドッグは穏やかで温和な性格を持ち、子供たちとの関係を楽しむことができる素晴らしい犬種です。彼らは家族の一員として忠実で愛情深い存在となるでしょう。ボクサー。ボクサーは元気で活発な性格を持つ中型犬です。彼らは陽気で性格であり、子供たちとの関係を楽しむことができます。ボクサーは非常に忠実で家族愛にあふれており、家族との絆を大切にします。彼らは子供たちと一緒に遊ぶことを喜び、活発な運動やゲームを楽しむことができます。この犬種は知識欲が旺盛で、訓練にもよく応じます。彼らは頭の良い犬であり、飼い主の指示に素早く従います。適切な社会化と訓練を受ければ、良いマナーや行動を身につけることができます。しかし活発なため、適度な運動や刺激を必要とします。定期的な散歩やランニング、遊びを通じて彼らのエネルギーを消費させることが重要です。またボクサーは家族に対して非常に愛情深く、保護本能が強い傾向があります。彼らは家を守り、家族を守るために最善を尽くします。毛は短い紐で、比較的ケアが容易です。定期的なブラッシングや定期的な健康チェックを行い、紐や皮膚の問題を予防しましょう。ジャーマンシェパード。ジャーマンシェパードは大型犬種で知られています。彼らは知性と忠誠心に優れており、様々な役割で活躍しています。非常に賢く、飼い主の指示に敏感に反応します。訓練においては非常に優れた能力を持ち、多くの場合警察犬や軍用犬として訓練されます。またサービス犬や家庭犬としても人気があります。彼らは忠実で守護心が強く、家族を守ることに優れた能力を持っています。子供たちとの関係においても、適切な社会化と訓練を受けたシェパードは子供たちに対して忍耐強く友好的な態度を示します。ジャーマンシェパードは運動量が多く、定期的な運動が必要です。彼らは活動的でエネルギッシュであり、散歩や走り回る時間を確保することが重要です。また知的刺激も必要ですので、トレーニングや知恵の試しを提供することがおすすめです。毛は二重構造で、密度の高い下毛と防水性のある上毛を持っています。定期的なブラッシングと定期的な入浴が必要です。ジャーマンシェパードは性と忠誠心に優れた大型犬種です。子供たちとの関係を楽しむことができ、家族を守る守護者としても優れた能力を持っています。適切な社会化、訓練、運動およびケアを提供することで、シェパードとの素晴らしい絆を築くことができます。セントバーナード。セントバーナードは大型犬で知られる犬種であり、温和で友好的な性格を持っています。彼らは忠実で愛情深く、子供たちとの関係を楽しむことができます。救助犬としての優れた能力でも有名です。雪山や山岳地帯で迷子や遭難者を見つけるのに役立ちます。彼らの鋭い嗅覚と頑丈な体格は、救助活動において重要な役割を果たします。この犬種はのんびりとした性格を持ち、穏やかで安定した気質が特徴です。彼らは他の動物や人々との社交性も高く、友好的な態度で接します。
ただし、適切な社会化と訓練が必要です。セントバーナードは活動的でありながら、適度な運動量を必要とします。定期的な散歩や運動を通じて彼らのエネルギーを消費させることが重要です。また、体重管理にも注意が必要です。彼らは密度の高い紐を持ち、ブラッシングや手入れが必要です。特に緩毛期には頻繁なブラッシングが推奨されます。セントバーナードは温和で友好的な性格を持ち、子供たちとの関係を楽しむことができる犬種です。彼らは忠実で愛情深く、救助犬としての能力も備えています。適切なケアと運動を提供することで、彼らとの素晴らしい絆を築くことができます。レオンベルガー。レオンベルガーは大型犬種で知られています。彼らは温和で忍耐強い性格を持ち、子供たちとの関係を楽しむことができます。非常に忠実で、家族に対して深い愛情を示します。彼らは家族の一員としての役割を真摯に果たし、飼い主や子供たちに対して守護神のような存在となります。この犬種は知識欲があり、訓練にもよく応じます。賢く従順な性格を持ち、飼い主の指示に素早く従います。適切な社会化と訓練を受ければ、良いマナーや行動を身につけることができます。レオンベルガーは活動的なので、適度な運動を必要とします。定期的な散歩や適切な運動を通じて彼らのエネルギーを消費させることが重要です。また、体重管理にも注意が必要です。彼らは豪華な紐を持っており、定期的なブラッシングと手入れが必要です。毛の抜ける季節には頻繁なブラッシングが推奨されます。レオンベルガーは温和で忠実な性格を持ち、子供たちとの関係を楽しむことができる犬種です。彼らは家族の一員として愛され、その優れた守護本能と深い愛情深さが魅力です。適切なケアと訓練を提供することで、彼らとの素晴らしい絆を築くことができます。グレートデン。グレートデンは大型犬種であり、力強く優雅な外見を持っています。彼らは温和で友好的な性格を持ち、子供たちとの関係を楽しむことができます。グレートデンは家族愛にあふれ、忠実な性格を持っています。彼らは家族の一員としての責任を真剣に受け止め、家族との絆を大切にします。この犬種は知識欲があり、訓練にもよく応じます。彼らは頭の良い犬であり、飼い主の指示に素早く従います。ただし、早期の社会化と適切な訓練が重要です。グレートデンは穏やかで落ち着いた性格を持っていますが、活動的な犬種でもあります。定期的な散歩や適度な運動を通じてエネルギーを消費させることが重要です。彼らは人懐っこく友好的な性格を持ち、他の動物や人々との社交性が高い傾向があります。ただし、子供たちとの接し方には注意が必要で、適切な監督と子供たちへの教育が必要です。グレートデンの紐は短く、定期的なブラッシングで十分です。また彼らは食事量が多いため、適切な食事管理が必要です。グレートデンは温和で友好的な性格を持ち、子供たちとの関係を楽しむことができる犬種です。彼らは家族の一員として愛され、力強さと愛情深さが魅力です。適切なケアと訓練を提供することで、彼らとの素晴らしい絆を築くことができます。ボルゾイ。ボルゾイは、優雅で洗練された外見を持つ中型の犬種です。彼らは温和で穏やかな性格を持ち、子供たちとの関係を楽しむことができます。ボルゾイは知識欲が旺盛で、高い知性を持っています。彼らは忠実で愛情深く、家族との絆を大切にします。人に対して友好的であり、他の犬やペットともうまくやることができます。この犬種は運動量は中程度ですが、定期的な運動が必要です。広い敷地で自由に走り回ることができると最適ですが、散歩や軽い遊びでも満足します。ボルゾイの紐は長くてシルキーな毛質を持ち、定期的なブラッシングが必要です。また彼らは寒冷地に適応しているため、寒い季節には保温を考慮する必要があります。総じて言えば、ボルゾイは優雅で洗練された犬種であり、子供たちとの関係を楽しむことができます。彼らは忠実で知性があり、家族との絆を大切にします。
適切なケアと訓練を提供することで、彼らとの素晴らしい絆を築くことができます。いかがでしたか？子供に優しい大型犬トップ10の魅力をお伝えできましたでしょうか？これらの素晴らしい犬種たちは、子供たちとの絆を築くだけでなく、家族の一員としても心を丸る存在となることでしょう。子供に優しい大型犬トップ10の物語はここまでです。皆さんもぜひ、子供たちと一緒に大型犬との素敵な時間を過ごしてください。またお会いできることを楽しみにしています。今日の動画はこれで終わりです。チャンネル登録、いいね、シェアをよろしくお願いします。